きましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いいえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとはクロイス家の方々とあなたたちの問題でしょう。ならどうして。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。ギアちゃんから。引き受けましょう。巫女、ありがとう。あなた、戦機の牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーボー、キーボー、そんなことは。ありがとう、鋼の聖者。おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなりますか。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えてあの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。皆さんの気持ち痛いほどわかります。いいでしょう。アンギスが七中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。見せてみなさい、あなたたちの覚悟を。この勝負絶対に負けられない。せい、任せて。俺の番だな。私の番です。分析を紹介します。ゲットです。僕の番だ。行きます。
さてと。行くぞ。私の番ね。やった。
ぞ。任せてくれ。エニグマ駆動。いや。任
せてくれ。やった、ラムケン速だ。任せて。モーグル、呪いだ。俺の番だな。エニグマ駆動、そこだ。任せてくれ。
僕の番だ。俺の番だな。はい、行きます。 AS 以上全般のゼロのベッテリー食らうがいい。そこだ。それ行くぞ。バースターやつだ。さてと、行きます。俺の番だ。行くぞ。行くぞ。エニグマ駆動。さあ、食らって。そこだ。さてと。モーグルの荒ぶる神に戦場に勝てる。チャンスだ。よし、はい、畳みかけるぞ。僕の番。行きます。 AA システム全開とゼロコベッテフィール。行くよ。それモーグルの行きますよ。裏抜けるぞ。そこだ。行くよ。それ俺の番だな。我は勝つ。モーグルの、はい。それモーグルの、行きますよ。加速だ。はい。AA システム全開とゼロに個別フィール。任せて。よし。エニグマ、やっ！行くよ。エニグマ駆動。脆い。そこだ。
エニグマ駆動。ドライブ行くよ。モーグン、モーグン。このはクラウン。付け出しだ。任せて。一気に裏抜けた。速だ。やれやれ。モーグン、モーグン。やあ、俺の番だ。エニグマ、クド。やあ、私の番ね。エニグマ、クド。行くよ。僕の番か。エニグマ駆動。行くぞ。エニグマ駆動。エニグマ駆動。荒ぶる神の意に戦場に来たれ。マスカイ。エンジン。やれやれ。やるね。これも運命。どうだ。これが俺たちの全力ってやつだぜ。驚きました。私に膝をつかせる者たちがよもや現れるとは。まだ立てるのか。でもこちらだって。これ以上矛を交えるつもりはありません。今のあなたたちならば戦機や剣聖たちにもいずれ届くでしょう。引いてくれんのか。光明を示せたのであれば、これ以上は無用の手出しというもの。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。そうですか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと馴れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖典、
帝国での動乱が決着すれば幻影計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても私有を決する時は近いでしょう。ああそうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたはかつて私の父と。ええ、10年ほど前に我が面を砕くほどの強者はそう現れるものではありません。すでにその高みに届いているかもしれませんが、それでも別の道を進むかどうかはあなた次第でしょう。もう一つだけ、あなたのその髪、そして鉄器隊という名前、まさかあなたはかの獅子戦役の。よくぞ気づいたとだけ答えておきましょう。エリ、何の話だ。それではさらばです。運命を前にあなたたちが答えを出せること、東吉より祈っていますよ。エリ、一体何の話だったんだ。なんだかものすごく思わせぶりなやりとりでしたが。そうね、混乱させてしまいそうだからあまり言いたくはないけど、私の考えが正しければ彼女は250年前の人間だわ。何？それは一体。250年前、エレボニアで帝位をめぐる激しい継承者争いが起きたことがあったの。争いは帝国全土に波及し、ついには獅子戦役という名前で呼ばれることになったのだけど、その時中立の立場から戦乱を終わらせるべく立ち上がったとある女性の武人がいたの。リアンヌ・サンドロット、麗しき黄金の髪をなびかせ鉄器隊という一団を率いて戦場を駆け抜けた人物よ。あ、それってまんまじゃねえか。帝国では誰でも知っている歴史上の有名人だね。しかも通り名の一つが槍の聖女リアンヌだったか。そんな人がかつてエレボニアに。鉄器隊に鉄器隊、槍の聖女に鋼の聖女か。外見といい、確かにあまりにも符号が揃いすぎている。でも250年前、自らの働きで平和が戻った直後、彼女は命を落としたはずよ。暴殺されたとか病気だったとか、いろいろと諸説があるのだけど、普通に考えればその人物の真似をしただけだと判断すべきかもしれませんが、あの凄まじい力を見ちまうと本人にしか思えなくなってくるな。ましてやあの得体の知れねえ結社の人間だし。まさかインと同じく誰かが後を継いだ。これは総長にも報告しておく必要があるな。やっぱり混乱させちゃったわね。いずれにしても彼女もクロスベルから去ってしまった。憶測は置いておいて、私たちの問題に集中しましょう。ああそうだな。よし、金の共鳴を止めよう。うまくいけばクロスベル氏の結界を解除できるはずだ。
こちらダドリー、結界の消滅を確認した。これよりメルカバへのコンタクトを試みる。結界が消滅しただと、結社の連中も不甲斐ない。こうなったら全てのアイオーンを都市防衛に回すべきか。国防長官を呼べ。ベルト、シグムントたちもだ。承知しました。青い壁が。心配は無用だ。お前に害が及ぶことはないから安心するといい。私のことよりお父さんの方が。どうして、どうしてこんなことに。お母さんだってきっと悲しんでるはずだよ。そうだな、サヤがいればきっと困った顔で説教されただろう。しずく、お前に一つ頼みたいことがある。してやられましたわね。ベル、ディーターが探してるみたいだけど、行かなくてもいいの？お父様にはもう少し焦っていただきましょう。やはり金の共鳴がないと結界の展開は難しいですか？うん、今のままだとあの子たちは動けるけど空の力は使えないかな。ロイドたち来るよ。困りましたわね。これでは予定通り動くしかなくなってしまいますわ。彼のプラン通りに。全てはキーヤさん次第。私たちは従うだけです。ここで降りるか、それとも全てを叶えるか、そろそろ選ぶ時ですわ。うん、最初から他に道がないのはキーヤにも分かってたから。ロイドやエリー、ティオやランディ、雫やみんなのためにも。きっと全てを叶えてみせる。そんじゃ、領空内に入ったくらいじゃ攻撃される心配はなさそうか。ああ、どうやらアイオンたちは都市防衛に集中しているみたいだ。クロスベル市に接近しない限りは大丈夫だと思うよ。よっしゃ、これでなんとか目処がつきそうやな。明日の明け方にはそっちに戻る。タイミングについてはそん時に話すとしようや。了解。ケビン、代わって。リースさん、エリーさん、ご無事で何よりです。ロイドさんに他の皆さんたちも。おかげさまで。いや、
こんな形でリースちゃんと話せるとは思わなかったぜ。私たちの突入を助けてくださるんですよね。ええ、こちらのメルカバで都市を防衛するアイオンたちを引きつける予定です。両兵と国防軍の方までは対処できませんか？十分です。本当に助かります。リースさん、ケビン神父、なんとお礼を言ったらいいか。ま、礼を言うんは無事成功してからにしてや。一応こっちも助っ人を連れてくるつもりやけど、それでもあの人形ども相手じゃ分が悪すぎるかもしれん。確かに。ま、あんまり無理だけはすんなよな。おおきに。わじ、そんじゃ明日の朝にな。ああ、待ってるよ。それでは失礼します。厳しい一日になりそうだな。そうですね。地上の戦力差についても大統領側が上回っていますし、なんといってもあの人形たちがとんでもない強さなんでしょ。マイスターによれば白い機体の空間消滅の力は使えなくなったそうですが、それでも基本的な性能は変わっていないのですよね。うん、そう思っていた方がおそらく無難だろう。白い機体はこの9号機が様子を見ておく必要があるな。いずれにせよ都市周辺では膠着状態になることが予想される。鍵を握るとしたら潜入を担当する僕らだろうね。ああ、分かってる。なんとか入り込んで課長やダドリーさんたちと合流しないとな。しかし大丈夫なのか。ダドリーからの連絡が途中で切れちまったそうだ。多分通信ターミナルで強制遮断されたんじゃね。特定のエニグマ登録番号だけ送受信を無効にできたはずだし。それじゃあ市内では大統領側は通信が使えるけど私たちは使えない。はい、通信ターミナルも抑える必要がありそうです。オルキスタワー内にありますから簡単ではなさそうですが。いずれにしても全ては明日の朝ですね。ええ、クロスベル市解放作戦、キーヤちゃんを取り戻すためにも何としても成功させないと。ああ、今夜は休んで英気を養っておく必要がある。みんな仮眠室もあるから疲れていたら休んでくれ。万全の体制で明日の朝に臨むとしよう。あっ！